団子もお父さんです。今映ってるのはね、青大将の青子ちゃん、脱皮直前で溶岩石の上にね、頭を乗せています。ここからどうやって脱皮していくのか。普段はね、黄色の色が強く出てゴールドに輝く青子ちゃんなんですけど、脱皮直前はこんな風に色がくすんで渋い色になってます。いぶし銀。一方ね、最近の青吉はこんな感じです。あら、めっちゃ綺麗、だいぶ大きくなりましたね。一時期ね、ちょっと餌食べない時とかもあったんですけど、今はしっかり食べてくれてます。めちゃめちゃ綺麗ですね。無事脱皮が終わりました。綺麗な一本脱ぎです。脱皮したての青子ちゃんです。めちゃめちゃ綺麗です。すごい、これはすごいな。ツヤツヤですよ。ちょっとね、目を離した隙に脱皮をし終えてたんで、まだ脱皮中の動画は撮ることができませんでしたが、脱皮直後の青子、ゴールデンボディ、これが今回の脱皮柄です。綺麗にね、一本で脱ぎ切ることができてました。で、上の方が前回の脱皮柄です。長さはね、もうほんと5センチぐらい、数センチしか変わってませんね。頭のサイズもどうですかね、ほぼ変わりないんじゃないでしょうか。まあ餌はね、しっかり食べてくれてますんで、今のところは安心してます。ただね、もうちょっと大きくなってくれたら嬉しいですね。めっちゃ綺麗。なんかこの脱皮柄って、なんとなくですけど、捨てるのためらっちゃう派なんですよね。いや、たまる一方なんで、もう全然捨ててっていいと思うんですけど、なんとなく保存しちゃいますよね。はい、というわけで今回は青大将パターンレスの青子ちゃんのね、脱皮動画でした。ご視聴ありがとうございました。いや、立派な大きさになってきた。すげえ綺麗よね。